はい、どうも、大成です。本日もご視聴いただきありがとうございます。本日の動画なんですけども、こちらですね、僕が普段から使用している、スキンケアとかコスメとかの紹介をしたいなと思ってまして、僕もともとめちゃくちゃ肌荒れしてたんですけど、このコスメとかは実際にモデルさんだったりとか、ヘアメイクさんとか、僕がこの業界に入って、結構いろんな方の美容業界の方に話を聞いたりとか、実際にちょっと肌トラブルを抱えている方々に僕が相談してこれがおすすめだよって聞いて自分で実践したもので紹介します。なので全くこの中で今使ってないものは一つもないって感じなので、本当におすすめしたいアイテムを今から紹介できればなと思っております。絶対肌は綺麗な方がいいと思うので、ぜひ参考にしてみてください。ではどうぞ。はい、ということで僕の肌の話からするんですけど、今もやっぱりフェイスラインとかの部分は食生活だったりとか、あとその普段からの寝不足とか、生活リズムからくる肌荒れはあるんですけども、昔みたいになんかこう頬とかに大きいニキビとかちっちゃいニキビができることはこのスキンケアを使ってなくなったって感じなので、多分こうフェイスラインとかにできるのはストレスとか食生活、ここの部分はスキンケア全く関係ないじゃないですか。もう普段からどういうマインドでいるかとか、どうもうストレスためずに生きるとか、食生活に関しても野菜中心とか高タンパク質とかね中心に生活するとか、糖分の摂りすぎが結構そのニキビにつながることとか吹き出物につながることが多かったりするので、その食生活と、生活水準というか、睡眠とかはもう大前提、肌をきれいにする上では絶対に大切な条件なんですけども、インナーケアっていうのが大体7割ぐらい、肌トラブルで起こることなので、やっぱり自分の体に入れるもの、食べるものとかはやっぱりきれいにした方がいいです。その上でやっぱりこう例えばシワとかたるみとか、ニキビ跡とかにやっぱりこう効果的なアイテムがこの、今アイテムになるので、あくまでもこれを使ったら今の肌が絶対にめちゃくちゃ綺麗になるっていうのはちょっと断言はできないです。正直そのインナーケアっていう食生活のところが、例えばめちゃくちゃポテチ食ってるけどニキビ治りませんとかだったら、もうそれはもうそこを絶対にやめなきゃいけないとは思うので、それ以外のことでちょっとご紹介できることを僕が普段から使ってるものを紹介できればなと思っております。では早速いってみましょう。まず普段使っている化粧水がこちらですね。イプサの化粧水になります。で、イプサって結構その僕もこれ4年ぐらい愛用してるんですけど、値段がだいたい4000円ぐらいで内容量が 200ml 入ってるんですよ。で、めちゃくちゃやっぱりコストパフォーマンスが最高にいいです。僕3っていうブランドも使ってるんですけど、3は 100ml に対して5000円なんですよ。4000円から5000円なので約それの、2倍、入ってて4000円ってことなので、割とこのバシャバシャ使えるってところが僕は大事だなと思っていて、化粧水って、本当に最初のベースなんですけど、肌の表面に浸透させるというか内側に浸透させないと化粧水って基本的にあんまり意味ないんですよ。なんで赤みとかが出てたりとか、乾燥がひどい方はやっぱり内側まで化粧水が届いてないってところが、根本的に乾燥する原因でもあるので、まず化粧水はしっかりとつけましょう。これまちまちなんですけど人によって違うんですが、僕は絶対にコットンを使います。これもイプサで買えます。大体200-300円ぐらいで買えたかなとは思うんですけど、これに化粧水をつけてやります。1回目は拭き取りみたいな感じでやって、その後に自分の手のひらに取って、少しですね、大体10円玉ぐらい、取って、もう一度こうハンドプレスって言って、こうやってギューッと手で温めながらプレスしていくってのを、そこから、4回繰り返します。4回するとめちゃくちゃ肌に化粧水浸透していくのが分かるので、ぜひ時間かかるけどやってみてください。肌が綺麗な人ってもともと多分綺麗な人もいるんですけど、徹底的なケアをしてる人が多いです。本当に綺麗な人はもう僕モデルさんの友達もいればヘアメイクさんもいるし、で肌綺麗な友達もいるんですけど、やっぱ聞いたらやっぱりここのケアとかちゃんとやってるので、こういったケアちょっとメンズだとめんどくさいと思うんですけど、やった方がいいです。5回ぐらい、はい、ぜひやってみてください。でその後に僕もほんとこれの信用もう大好きなんですけど、美容液ですね。ファミュルミエールバイタル C っていうこの化粧水なんですけど、大体値段これ 30ml で8000円ぐらいです。はい、
ちょっとお高いんですけども、でもこれの本当僕今4回目のリピートなんですけど、これこの間1ヶ月使わなかった瞬間に肌めっちゃ赤くなったんですよね。赤くなったというか黒くなったんですよ。でそれなぜかというと、これもともとビタミン C が入ってる導入美容液ですねになるので、まあ肌のくすみを全体的に取ってくれるってところと、ビタミン C なのでニキビ跡に効きます。これ使ってる時の方がやっぱりニキビ跡が消えるのが早かったなって個人的には思ってます。まああくまでも個人的な意見なので、ちょっとそこは人それぞれにはなってしまうんですけど、1個前に僕イプサの美容液使ってたんですけど、イプサの美容液だとちょっと反応が薄いというか微妙だったので、僕はこっちまた戻したんですけど、やっぱ1週間とかなんなら2日ぐらいでもう肌のキメが細かくなったなって感じたので、これはね僕本当に信用してます。本当に良かったので、ぜひ本当に困ってる方とかもう少し綺麗にしたいみたいな方はおすすめなので、ぜひ使ってみてください。で順番的にまあこうなんですけど、次にこちらですね。これもイプサのラインで一緒で、まあ、最近イプサ新しくなったみたいで、前までこの ME ってシリーズが1から5番しかなかったんですけど、今確か1から8番ぐらいまであって、で何が変わったんですかって言ったら、昔は1から5っていう方に対してだったんですけど、今はもう1から8でもっと細かい方に8パターンが増えたので、ニキビ跡に効くとか保湿をもっとしたいとか、なんかそのお客様に対していろんなアプローチができる本数が増えたので、すごい、また研究熱心なブランドだなって思いました。僕は前使ってるのは3番なんですけど、6番になっていて、やっぱこれも欠かせないですね。保湿力が本当尋常じゃなくいいです。ポンプ型なのでピュッピュッピュッと出せるので、まあ、そういったところもいいのと、やっぱスタイリッシュってところも大事だと思うんですけど、まあ、こうちょっとイプサってこうシンプルでミニマルな雰囲気があるんで、まあ、そこが結構個人的にも好きですし、やっぱ内容ってところはもう欠かせなく信用してます。なのでここのシリーズはおすすめですね。この2つでだいたい1万円ぐらいのセットです。で次にこれか、これメディキューブゼロっていうコットンパック的な感じですね。なのであの部分的なところにつけてあげれるって感じなんですけど、例えば僕だったらこの頬の部分がちょっと乾燥しやすいので、ここだけに1枚パックしてあげるとか、そのまま全部使って拭き取りもできるっていう化粧水に近いような感じで、これも結構最近使っていて、枚数が結構入ってて70枚ぐらい入ってるので、すごい使いやすくて、あのおすすめです。まあ、パックしたいけど全体のパックはいらないけど部分的にしたいみたいな、こういうコットンのパックと同じような感じでめちゃくちゃ水分染み込んでるので、乾燥してる部分だけ保湿してあげようっていうところで使えるので、これもすごいおすすめです。まあ化粧水とかして、その後に僕は最近使ってるんですけど、シカクリーム、韓国の、ブランドになるんですけど、これも保湿クリームのような感じで、どちらかというと乾燥してる部分に塗るって感じです。僕はこれ結構冬限定とかで使ってるんですけど、やっぱり冬って東京来て特に思ったんですけど、めちゃくちゃ乾燥してるんですよね。僕出身が石川県なんですけど、石川県は逆に湿気湿度が高いので、あんまりこうすごい乾燥するってことは経験になかったんですけど、やっぱり東京来て感じるのはすごい乾燥してるなって個人的に思って、肌もすぐ乾燥するので、まあこういったところで保湿ケアってところは入念にしております。これ自体もね、すごいなんかね、すごい爽やかな匂いがするのでつけやすいのと、やっぱ韓国系の美容インスタグラマーとか、まあ、美容系の方々も紹介していて、まあ、いいよっていうところはねおすすめしてたり、レビューも結構高いので、これは本当に1本あってもいいんじゃないかなとは思ってます。東京とかだとアットコスメか渋谷の A ランドとかにもコスメゾーンがあるので売ってるので、よかったらぜひ見てみてください。まあネットでも買えます。次にここ絶対大事なんですけど、日焼け止め、男性でもやっぱ顔に塗ってください。塗らないとシミになるのと、やっぱり結構その紫外線を浴びるから乾燥するっていうパターンもあるので、できるだけここの日焼け止めでそのいらない外的要因みたいなのをシャットアウトしてないと、やっぱりこういつになってもちょっとこう肌のくすみが取れないとか、肌が黒いとか、まあシミになるとかって年取ってきたらより明確なんですよ。若いうちってやっぱりそれが出ないんですけど、僕もやっぱ26を迎えた時にやっぱシミとかちょっと出てきてるので、もうそういった点でやっぱ気になっちゃうってところで、毎日毎日やっぱこう日焼け止めを塗ってるんですけど、このスキンアクアに関しては金額のコストパフォーマンスもめちゃくちゃいいのと、あと塗りやすいです。塗った後ベタベタする僕はあの日焼け止め絶対無理なんですよね。それがないんですよね。サラサラしてる。で、サラサラしてるんですけど、
やっぱり水に強くないので、スポーツする方とか、まあ、夏場の汗かいたりってなると二度付けというかこまめにつけないと落ちてくるんですけど、その辺ちょっと行くとか、まあ、家の中でもやっぱりこう明るいと、まあ、完全に日焼け防止してるわけではないので、家の中でも日焼けするってところでやっぱり日焼け止めは塗っといた方がいいです。でしかもスキンアクアのいいところがこれトーンアップするんですよ。なので肌のトーンをワントーン上げてくれるのでちょっと白くしてくれます。まあ、そういったところでも使っていかないとダメだなっていうのは僕も思ってるのと、やっぱ白い方がスタイリングは合わせやすい。こういう寒色系の色とかってやっぱ肌白い方がスタイリング似合う似合わない問題にもなってくると思うので、まあ、そういった点でメンズでもちょっとぜひ日焼け止めっていうのはやってほしいかなと思います。でちょっとニキビトラブルとかフェイスラインの吹き出物とか大人ニキビってところをケアしたいって方はフェアのアクネクリームで、これ一応薬用なので本当に信頼してます。僕は結構フェイスラインってやっぱり食生活でできちゃうんで、どうしても例えば脂っこいもの食べたりとか甘いもの食べ過ぎるとフェイスラインできちゃう時に、まあ、こういうのを塗って炎症を起こすじゃないですか、大きいニキビとかって。痛くなっちゃう前にそれを塗っとくとやっぱり腫れがちょっと引きやすかったりとか炎症を鎮めやすい。だいたい塗らなかったら1週間ぐらいかかるけど3、4日ぐらいですごいちっちゃくなってくれるので、まあ、そういった点でペアクリーム、これニキビ後にも効くのでニキビ悩んでる方はちょっとこういうのぜひ取り入れてみてもいいかなと思います。だいたい薬局でも買えるのとネットの方が早いのでネットで買っちゃった方が早いです。で最後ですね、これはもう絶対に撮影の時欠かせないんですけど、僕は 5ISM×3 のコンシーラーを使ってます。コンシーラーって何って方はファンデーションっぽいって思っていただければいいんですけど、ちょっとこうニキビ跡とか、シミとか赤みとかをこれで、撮影時には消したりしてます。やっぱりいいところがスティックタイプってところですかね。スティックタイプだと塗りやすいってのと手にトントントンって取ってポンポンポンって肌にのせやすいってところもあるので、まあ、こういうスティックタイプのものがメンズは特に持ち運びもしやすいですし、このぐらいのサイズ感だとやばい今日ヒゲの跡が気になるとか、まあ、青ヒゲとかってやっぱり隠しといた方がいいかなと思いますし、僕なんならメンズのヒゲ問題いらないと思ってるので今年ちょっと脱毛しようと思うんですけど、やっぱヒゲってなんか前にそれのもめんどくさいし隠す手間もなくなるのであればやっぱり脱毛はした方がいいかなと思いますし、ちょっと話しずれたんですけど、まあでもその青ひげとかひげのところの部分を隠したいとかニキビ跡隠したいとか、まあ、ちょっとあざ隠したいとかって時におすすめです。これも肌によって色を変えれるので、これ店頭でちょっとスタッフの方とその肌診断じゃないですけど肌の色を見てもらって、だいたい3種類ぐらいあるんで、その中から選んでいただくと肌なじみもいいものになってるかなと思います。はい、さらっと今ね全部お話ししてたんですけど、こんな感じのラインナップになっております。ちょっとこうメンズにしては多いかなと思うんですけど、まあ、こういった部分を徹底することが垢抜けるために僕は大事かなって思いますし、服が似合うためにこのケアはした方がいいんじゃないかなって思います。だからやっぱもうメンズでもやっぱこういうところまで徹底してあげるっていうのが絶対に後々自分に返ってくると思うんですよね。将来的に、まあ、シミになりにくい肌を作ったりとか、いくつになっても綺麗な肌でいるためにはこういうところのケアもしなきゃいけないし、まあ、もちろんインナーケアですね、食べるものとかスポーツとか、まあ、そういったところのケアもしなきゃいけないんですけど、まあ、外のケアとしてはまあこの部分を使ってあげればいいかなって思っております。この辺はもう信用しても僕は全く問題ないと思います。4年ぐらいやっぱ使ってると安心しますね。やっぱこれを使わなかった時になんかちょっと怖いんですよね、荒れたりするし、だからそういった点で信用はしてます。まあ、この辺はまだ最近使って浅いんですけど、これはもう1年ぐらい使ってますね。で歯科クリームとかもやっぱ使ってみてすぐに反応出てきてるのでおすすめしたいです。まあ、こういった点でぜひ自分のケアをやってみてください。最後に言いたいんですけど、化粧水絶対5回やってください。5回やるだけで全然違いますってところ。まあ、洗顔に関しては、僕も洗顔使ってるんですけども、洗顔のやり方が一番大事なので、やり方に関してしっかり泡立てて洗顔はやってあげてください。できるだけこすらないっていうのがポイント。洗顔の時は自分の肌をちょっとこう泡で洗ってあげる感覚ですね。手と肌のここの方とかと手が摩擦がないように洗ってあげると、そんなに水分も落とさず油分も落とさず汚れを落ちるって感じの洗顔になるので、まあ、そういったところでどんどんケアしてみてください。はい、ということで今回は僕の髪コスメ
紹介しました。ぜひ参考にしていただけたらなと思います。本日もご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいと思っていただいたら高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。各 SNS もやってますのでそちらも見ていただけたらなと思います。本日もありがとうございました。大成でした。